お久しぶりです、吉田です。ついに新居は完成して引っ越しすることが決まりました。クソくだらない引っ越しシーンを Vlog にしたので、暇人の底の君ぜひ見てください。引っ越しの段ボールはなんと60箱。ちなみにこれでも8割は捨てたんですけどね。処分費用は重量で課金だったので、だいたい600キロぐらい捨てたのかな。この撮影部屋のパナソニックのエアコンは自費で取り付けたものなので、引っ越し屋に処分してもらったんですけど、問題としてはエアコンの裏にカビが増殖、さらにその下はもっと悲惨なことになっています。今年の夏は雨がひどくて、この家は全く気密性がないから、除湿しても除湿しても全然湿度が下がりませんでした。その結果カビだらけ、退去費用にビビってます。ちなみにもう1台エアコンあるんですが、キッチン側のこっちはこの物件に最初から付いていたものなんですけど、やばいでしょう。こっちもカビだらけ、謎の油汚れ。原因はキッチンの換気扇で、この換気扇全く吸わないんですよね。炒め物していても家の中が煙だらけになるぐらい吸いません。結局囲ってないから全部分散しちゃいますよね。ベッドはフレームを捨てたんで、マットレス直置きでとりあえず寝ています。すでにこの状態で1ヶ月ぐらい経過。吉田さんといえば iPad コロネアームを探し続けていますが、今回の引っ越しで最強の方法を見つけてしまいました。アームに何万円も課金したのに、これが一番使いやすいというお家ラオ。和室の部屋もまあ全て出したんですが、残っているものは車で運ぶものです。全部引っ越し屋に渡してしまうと届くまで死ぬんで、ある程度必要なものは持っていく作戦。どうせ車で移動ですからね。特にトイレットペーパー重要。あと洗濯していない着た服とか。撮影部屋、洋室がカビていたように和室も実はカビています。畳の一部が黒ずんでいて、多分これカビですよね。また退去費用が。気密性を上げて湿度を管理することは重要そうです。パッパラパーだと何しても湿度下がりません。マジで湿度下がらんから。そういえば箱はホームセンターで買ったんですが、この茶色い箱は耐久性が全くなくてダメですね。ベコベコすぎてカスすぎる。で、見つけたのがこの白い書類保管箱。これは二重構造になっていて頑丈です。ただちょっと小さいので大きいのが入らんのが欠点。ちなみに引っ越し屋って段ボール無料なイメージがあったんですが、聞いたら今は有料だって言われました。あと引っ越し中だからこそライトニングのうざさ問題が際立ちます。 iPhone のためだけに充電器必要ですから。あとはせっかく引っ越すんで、ついでにコインランドリーで布団を洗いました。ちょっと湿ってたので、さらに20分乾燥。2000円ぐらいかかったよ。ハウスクリーニング代は強制課金なんで、まあピカピカに水槽性はないと思いますが、可能な限りは掃除しました。まあこの奥の方とかは無理ですけどね。フィルターも油でベトベトです。これはキッチンハイターをぶっかけると完全に油分がなくなります。5年以上住んでいるので、壁も所々汚れていますね。退去費用でボラれないように可能な限り掃除してごまかしておきます。思い出がいっぱいのコンロはまあ無理だわ。これは交換費用払えって言われたら払おうと思います。やっぱりステンレスキッチンってへこみますよね、ペラペラなので。これは私の責任なのか、ブルブル怯えています。あとは困った時の漂白剤をぶっかけて終わりにします。退去費用どれぐらいかかるのかなってマジで怯えながら日々を過ごしていました。結構ね、傷とか汚れいっぱいつけちゃってるからね。どうも、引っ越しが終わりました。めちゃくちゃ反響するね、何もないと。めちゃくちゃね、広く感じるね。何にもなくなったらしい。めちゃくちゃ広く感じる。こんな広かったんだって思うほどに広いですね。この家はクッションフロアというビニールのシートが全体的に貼ってごまかされているんですが、日が当たっている部分は色が褪せていますよね。左側白っぽくなっています。まあこれは賃貸だからクッションフロアでもまあ別にいいんですけど、まあ注文住宅でクッションフロアはありえないね。ちなみにこの椅子はカインズで1500円でした。引っ越し業者に引き渡してから2日後に退去の確認が来るので、この何もない部屋で2日間過ごさないといけません。いけんだろうとか思っていたんですが、椅子くらいないと無理ってなって急遽買いました。いや、1500円は安いよ。マットレスは車に乗らないので引っ越し業者に引き渡し済み。しょうがないので当分この折りたたみ式のクッションで乗り切りました。
まあ体重が軽い人だったら何の問題もなく十分快適に寝られるんでしょうけど、吉田みたいな100キロデブだとおけつがそこについて、ケツが痛かった、あと腰もやられて最悪でした。あとは洗車したりとか、いつものココイチで最後のカレーを食ったりとか、パソコンがないんで時間を潰すのが大変で、2日が結構ね苦痛でしたよ。結構長く感じたね。何もないんで辛かった。最終日の寝床、次の日の10時が立ち会い、5年間この家で頑張りました。さようなら。そしてプロパンガスは止まったので風呂は入れません。少しだけ朝早く起きて最後の掃除をしました。まあ、全体的に掃除機をかけて軽く拭き掃除をして引き渡しです。ネット回線も止まっているので、あまりにも暇だったので最終的にはかなりピカピカに掃除しちゃったかな。で、完全に何もない状態にして待機。何もないとマジで広いっすね。こんなに広かったのかって思いますが、賃貸あるあるなんですけど、あまり収納がないので結局家具とか置きまくって狭くなりますよね。あとね、プチリフォームしてあるので見てくれはね、そんなに悪くはないです。まあ気密性も断熱性も全くないので、クソ寒クソ暑住宅ですけどね。それはね、まあ正直ね、見た目からはわからないんですよね。引っ越し屋に渡さなかったものを全部車に詰め込んだんですが、想像以上にパンパンです。案外 N 番って物乗らないですね。ジューン！ということで不動産屋とのバトルが終了しました。これがね、あっさり終わってびっくりしたよ。ほぼ何も確認せずにパッと中を一回りして終わり。あの壁のカビすら多分気がついていなかったと思います。傷とか一切確認せずに物が残っていないかくらいしか見てなかったんですが、まあ不動産屋的にはそれでいいかもしれないけど、大家さん的にどうなのかなとはちょっと思ったんですけど、まあ吉田的には問題ないんで OK って終わりました。3分で3分、ビビって損したわ。退去費用は一切請求されずに、契約書に書いてあった鍵交換費用とかクリーニング代とか畳張り替え費用とか一切請求されなかったです。なんなら家賃の日割りまでしてくれて半分返してくれました。ちゃんと火災保険も日割りで返金してくれたし、なんかものすごく良心的な不動産屋でしたね。まあ今まで経験してきた不動産屋って、まあ、2、30分くらい荒探しして、まあいろいろね指摘してきたりとか、契約書にこう書いてあるから4万円請求しますとか、まあ可能な限りぼったくってきたんで、その差にびっくりしました。こんなに良心的なことってあるんですね。なぜか敷金は返してくれないみたいなんですけど、まあ敷金って5万なんで、まあそれくらいいいよと思って何も言わずに終わりました。余計なこと言ってね、荒探しされても困るんで。映像はスマホを車にくくりつけて適当に撮影した移動シーンです。新居までカーナビ上で4時間30分って出ました。まあ、ルートは2つあって、東京方面から行く東名ルートと、もう一つは長野を経由する中央道ルート。カーナビ上だと中央道の方が20分くらい早く着くって表示されていたので、長野経由で行きました。まあ、ご覧の通り全く道は混んでなくて、最後までほぼ渋滞はしていませんでした。それは良かったね。渋滞してたら多分、まあ、切れそうになってた。N 番って商用車だからスピード出すの怖いので、トラックの後ろをずっと追跡、まあ、80キロぐらいで走っていた感じですね。別に急いではいなかったのでゆっくり行きました。右車線で140キロくらい出している頭おかしいやつに煽られるのもめんどくさいんで、基本は左で、あまりにも遅いトラックは抜かす感じ。あと N 番って商用車のくせに無駄に装備は豪華で、アクティブクルーズコントロールとかレーンキープ機能までついています。なのでアクセルとブレーキはほぼ操作せずに高速を走れました。まあずっと80キロとか100キロに設定して、そのまんまハンドルだけ動かす感じです。想像以上に楽で、ハンドル握っていればついちゃう。いいっすね。誤反応して前の車に追突しそうになるとか、謎のブレーキとかも一切なかったんで信頼性は高いですね。ただしレーンキープ機能は正直微妙です。車線の真ん中を全然走ってくんなくて、どっちかに極端に寄りがちでした。右に曲がる場合は右の車線に、左の場合は左車線にギリギリに寄っちゃいます。ちょっと危ないなって感じがします。あと緊急時の停車用の線ってたまにあると思うんですけど、それにご検知してハンドルを急にガーって切ったりとか、まあ、完璧な動作ではなかったですね。ハンドルをそこそこな力で曲げてくるので、ちゃんと握っていないと危険です。でもまあないよりはあった方がいいかなぐらいには制御はしてくれていました。10時くらいに出発したので、まあ1時くらいに休憩しようかなと思って走行していたんですが、途中でね、うんこがしたくなったんだよ。うんこが。なので11時30分ぐらいにサービスエリアへ。注意書きが多すぎるわと思いながらブリブリ。道路が混んでなかった通り、サービスエリアもそんなに混んではいなかったですね。
何も買わないのは微妙かなと思ってリンゴソフトを買いました。多分ここ長野なんでしょうね。長野といえばリンゴみたいなイメージがあるんでリンゴソフト、まあ、普通にうまいんですがシャーベットタイプなのがちょっと残念で、走行シーンに戻って運転していて思ったのはやたら工事していますね。車線規制だらけ、車線規制、車線規制、車線規制、何回車線規制してんだよって思いました。まあ、ちょっと走ったら一車線、それを永遠に繰り返していて、まあ、それでも大して渋滞してなかったのは良かったですね。追い越し車線が規制されているのはまあ別にいいかなと思うんですけど、走行車線が規制されているとちょっとめんどくさかったです。140キロ野郎に何回か煽られましたね。まあ、そんなことされても左は走行できないし、いくら煽ったところで N 番で140キロは無理だからって思うんですよね。ちょっとよくわかりません。本当は休憩なしで走り切りたかったんですが、 N 番燃費が悪くてガソリンが足りなくなりました。給油 300km 走れるかどうかの距離しか走れなくて、まあ、燃費は 12、3km。 2回の休憩を挟みながらも結局6時間かかりました。1時間以上カーナビより時間がかかった計算ですね。6時間はマジで疲れた。トラックの運転手すごいっすよね。毎日のように8時間ぐらい運転してるんでしょう。よく眠って事故らないよなって思います。やっぱり行くとしても片道1時間半だね。往復で3時間。クイーンパリン。ということで6時間で到着。なんか初めて入った雰囲気を醸し出してはいますが、実際は電気をつけたりしたので撮影のためだけに初めて入った感を醸し出しています。演出というか撮影の嘘。ルームツアーは別に出すんで詳細は紹介しませんが、とりあえずうんこしたかったのでマーキングしておきました。ブリ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 。気持ち悪いのでモザイクかけておきますか。2日ぶりに風呂も入りました。ブレーカー入れっぱなしだったので電気温水器のお湯も溜まっていてありがたい。入浴剤は N 番で運んだものです。ワンポイントとしては風呂の棚とか全部捨てました。すべて磁石。つけてもつけなくても値段は一緒だったんですが、あえて全部捨てました。こういう磁石でくっつくなんかいろんなこういうやつって Amazon でもニトリでもいっぱい売ってるんで、まあいいですよ。壊れたんだけど。いきなり洗礼ですが、ドアのソフトクローズが外れました。どうやらこれハマっているだけらしくてすぐ取れるらしいです。まあガチャガチャいろいろやっていたらそのうち治りました。とりあえず疲れたので即寝て、次の日夕方に引っ越し屋がやってきて荷物を置いていきました。めんどくさかったので全部車庫の部分に置いてもらいました。届いたんだけど全部ね、車庫のところに置いてもらったらさ、こいつどうやって2階に上げよう寝室に。マジ重い。無理だった。上げてもらえばよかった。曲がれない。一人じゃ曲がれんな。どうしよう。曲がれた。エレベーターが欲しい。昨日まではこれ。やっとぐっすり眠れるわ。こいつマジでね、体中痛くなるんだよ。つらかった。やっとマットレスがある。ただしベッドはない。やっほー。その後荷物の片付けなどをしていたらリビングの照明が火花散ってぶっ壊れました。これはねマジビビったよ。花火みたいに周囲に火花が散ってブレーカーが落ちて停電しました。そのシーンをカメラに収められていないのが残念というか、壊れるとは思っていないから撮れるわけないよね。これについては車庫の工事の時に合わせて修理してもらう予定です。ちなみにライコンも道連れに壊れたので、まあ、現状リビングの照明はまともに使えません。みんなからランがカテゴリー 6A なのかちゃんと確認した方がいいと言われたので一応開けてみたんですが、この出てる部分には何もケーブルに書いてないのでよくわかりませんでした。ただ超極太で硬いんで多分 6A なんじゃないですかね。わざわざ違うのを使うとは特に思えません。ちなみにケーブルはちゃんと配管の中を通っていたので交換しようと思えば交換できると思います。まああといろいろね細かな不具合はあるんですが、こういうのはねどこの家でもありますから、見つけるたびに報告してまとめて修理してもらっています。ちゃんと対応はしてくれるよ。非常に対応は良いです。故障です。故障です。Amazon で買った火災報知器、初期不良。